ゴールデンウィーク連休のみ見られる鯉のぼりならぬ、ペンギンのぼり、イルカのぼり、アゴのぼり島根県立島根海洋館は、島根県浜田市、釧路町と豪津市、奈子町にまたがる水族館。愛称はアクアス。管理運営は、公益財団法人島根海洋館が行っている。2011年3月より展示開始された、珍しい。 青いズワイガニ島根県の県の魚飛びをも展示されている2000年4月15日にオープンした。中四国地方最大級の水族館で島根の海から日本海、そして世界の海へをコンセプトにしている。西日本では唯一白イルカを見ることができる水族館でシュモクザメやマダラ飛びエイなど約400種1万点の海の生物たちに会うことができる。 白イルカによるバブルリングと言われるダイバーにより高校内に溜めた空気をタバコのワケのように出して見せるパフォーマンスにより一躍水族館が注目されるようになった2007年10月よりソフトバンクの CM で島根のおじさまという役で3頭のうち1頭の白イルカがバブルリングをする様で登場し2013年にはさらに香川真嗣演じる シンジの父という設定が付加されて再登場した。なお、このバブルリングパフォーマンスは2009年4月を最後にメスの白イルカ出産のため約2年休止していた。代わりに新たに2011年4月にオープンした新白イルカプールで白イルカの親子の泳ぐ姿を見ることが可能であった。パフォーマンスは2011年12月16日より再開され、 翌年より子供の白イルカも小デビューを果たしている。2008年11月13日、本館の西側にペンギン館がオープンした。ペンギン館の水槽は全国的にも珍しい逆 L 字型のアクリル板を使用しており、観客はペンギンの泳ぐ姿を正面と頭上に見ることができる。飼育しているペンギンは、キングペンギン、ジェンツーペンギン、岩飛びペンギン、 フンボルトペンギンの4種類。こちらも白イルカ同様繁殖に成功している。館内に任天堂 d s の任天堂ゾーンがあり、DS を持っていけば館内限定のオリジナルコンテンツをプレイすることができる。ペンギン館のフンボルトペンギン幸せのバブルリングニューバブルリングマジックリング2005年夏頃からバブルリングで遊び始めたのはアーリャ。 現在一緒に生活している残る2頭のナスチャ、ケイリャについても2007年5月3頭同時のバブルリングを計画しトレーニングを重ねた結果2007年7月より公開できるようになり海外へも広く紹介されたアーリャのバブルリングはショーの間でなくとも勝手に遊ぶ姿を見ることが可能であるなおバブルリングは世界で初の出来事で 展示家の怪獣トレーナー、前原直さんが2006年11月、アメリカ・ハワイで開かれた海洋哺乳者らの国際会議、今田2006でアリアのバブルリングを発表。初発表者、部門1位、行動トレーニング、出席者投票量部門で、各2位に選ばれた。幸せのバブルリングは、特許庁商標原簿に2007年9月28日付で、 商標登録されている。さらに2012年12月より、アクアスさん稀のオス、シーリャによるパフォーマンスも開始され、何もない場所から突然リングが現れる。マジックリングという新しいバブルリングが行われている。ありがとうございます。